はい皆さん、こんにちは。ひろしの時事ニュースチャンネルです。つ、え、い、ー、にです、ねあの、ツイッター、ヒロシの,の、ね、プライベートチャンネルで、ね、やっていたです、ね、この廃棄前提おじさんの炎上ツイート、えー、注目の温泉旅館、オンラインサロン運営者の炎上マーケティング大成功発言を、えー、事実無根と否定したという、ね、つ、え、い、ー、にです、ね、エキサイトニュースとかヤフーニュースにです、ね、出てきたので、ちょっと、ね、やってみようと思いました。よろしくお願いします。あの皆さん、ツイッターの,、ね、あのなんだ廃棄前提おじさん知ってますよね。一応知ってるという前提で やっていくんですけど一応ね、最初にちょっとやっておきます。こ,れ、ね、このよりかねさんっていう方がね、これ書いてるツイートなんですけども、GoTo でちょっと高い旅館に泊まったら大失敗って書いてあるんですね。え、ちょっと高い旅館ってね、ちょっと値段調べたらそこまで高くはなかったんですけど、えでき出てきた夕食はこれ、えさらに天ぷらとご飯お吸い物え、多すぎで到底食べきれないえシニア層がメインターゲットのはずなので、つまり廃棄前提、カッとしか思えないし、実際にはかなりの廃棄が出ているはず。まずくはないけど、体験価値としては、てんてんてんっていうね。これ、すごいじゃないですか。 ねこれこれがこれがなんかちょっとダメっていうねなんかこのねこのねほら焼きメロンもあるじゃないですかねこうやってねすごい贅沢なこんなあの有名所ですね。 あれちょっとディスるっていうことで、ふざけんなよみたいな感じで結構炎上しちゃったんですよ。で、それをろしあはプライベートチャンネル、あの、ちょっと時事ニュースとは別にサブアカでやってるんですね。ひろしが飲みながらぐだぐだ喋るだけの放送なんですけど、そっちでやってたんですけど、ついにですね、ちょっとニュースになったんで、このニュースのね、本文全部読んでですね、まあ、その後、ちょっと平篠のねあの、意見を述べさせていただければと思いますので、よろしくお願いします。まあ、あのなんかこのオンラインサロンで何だよとかね、いろいろあるんですけど、まずとりあえず読んでいきたいと思います。はい。 件につきまして、えー、当宿で、えー、宣伝目的の依頼などは一切しておりませんと、えー、公式サイト上に声明を公開しました。旅館の広報担当者はネットラボ編集部の取材に対しても事実無根であると答えていますということですね。あ、一応これあのニュースリンク貼っておきますので概要欄見てみてくださいね。はい、自分の目で見てみたいっていう方はぜひ、えー、リンク踏んでください。はい。 きっかけは8月10日に投稿された、えー、同宿を批判するツイート。夕飯の量が多すぎて到底食べきれない。えー、シニア層がメインターゲットのはずなので、つまり廃棄前提などと指摘する内容でしたが、えー、投稿された食事の写真が一般的な量だったことから、えー、ツイート種が炎上、えー。ツイート種を揶揄する、えー、廃棄前提おじさんといったセンセーショナルなワードが、えー、ツイッタートレンド入りするほどの話題となりましたと、えー、いうことですね。えー、この方ですねでも。でもこんな、もう最高じゃん。 本当、最高ですよ、これ。でも結構、普通に食べれる量ですよね、確かに。あの、お皿が多いから、すごい量が多く見えるけど、あの、意外にね、行けますよ。うん。あの、で、この量が、旅館のいいところじゃないですかね。これをちょっとね、こう、誹謗中傷するっていうのは、ちょっと広ロは分かんなかったっていうね、ニュースをね、プライベートチャンネルでやりました。はい。で、えこのツイートを行ったのはえ、オンラインサロン、田畑大学の公式メディア、ビッグウェイブ編集長の頼金圭一氏。うーん こタバタ大学ってのもよくわかんなくて最初、まあ、オンラインサロンでタバタ大学っていう名前からしてエフランかなと思って広島エフラン大学だったんですけど探したらですね、まあ、普通にオンラインサロンでまあなんかあーの,ーそ,のたばそこに まあこのなんだこの炎上した主がですねあの,あの所属していたっていうだけの話なんですねでここまでであれば個人の感想で済む話でしたが田畑大学の代表田畑慎太郎氏が田畑大学で請け負った万座温泉の炎上マーケティングだよねこのご時世にあの温泉旅館半年先までいっぱい乗ったらしいですよわらわらわらなどとね投稿していたとえこれも後で見ていきます本当に投稿してるんですよこの人ねやばいよねうんなんかちょ,ちょっとやべえなこのやべえなこいつって思ったんですけどまあえここにですね ちょっと赤く書いてあるんですけど、あの変中って書いてありますね。半年先まで予約いっぱいという事実はなく、えー、記事変質時点で、あご、ごめんなさい、記,えー、記事失敗。 筆時点で翌日8月14日月の宿泊予約も可能ととなってていいますと書いてありますす書ありね。一応ね、ちょっと見てみますとですね、これですね、万座温泉の旅館半年先まで予約が埋まったのはデマってね、書いてありますね。まあ、完全デマをね、田畑大学で流しているということですね。画像のようにほとんど予約埋まってない、廃棄前提おじさんによる誹謗中傷がいつの間にか炎上マーケティングと言われ一人歩きしているだけですって書いてありますけど、こんな感じで、かなり秋はまだまだたくさんあると。半年先まで埋まっているというのはデマだということですね。すみません。じゃあちょっとこれいいねとリツイートしておきますと。 はい、あゃんのツイッターもやってますのでもしよかったらフォローしてくださいで、えー、続き読んでいきますはいえーたわは冗談のつもりだったようですがツイート内容を信じ炎上マーケティングやステレスマーケティングを本当に疑うツイッターユーザーもえーは、えー と散見される事態となっていきましたとということです、ねまあ本当に炎上マーケティングだって言うんだったらあの向こうがね例えば温泉側がね旅館側がいいですよって言ってタッグを組んでこうプロレスみたいにやるんだったらいいんだけど相手が知らない炎上マーケティングなんてのはそれはマーケティングでも何でもないですからねはいで漫座亭事実無根予約が増えた印象もないと書いてありますね漫、えー、座邸の広報担当者はネットラバ編集部の取材に対し SNS 上での広がりを鑑みてサイドで宣伝目的の依頼は行っていないとの情報発信を行ったと説明、えー、この時期は漫座温泉としてはと トトップシーーズンでであああるにににももかかわらず、えー、コロナ禍の影響で、えー、空,空,室空室ははまままだありりりツイートにより予約は爆発的に伸びたたとという印象もありませんとしましたなるほどね。広し行こうかな。結構安いんですよこう、ね。なお、ご飯の量が多いという意見については、多いという方もいらっしゃれば、えー、豪華で大満足という方もいらっしゃいます。大満足だろ、これ。絶対大満足だよ。ご高齢の方だと確かに食べきれないということはあります。えー、リピーターの方ですと、少なめにと一言いただいて、ご対応させていただくこともありますと補足しました。まあ、折り詰めとかにもできますからね。うんまあ いろいろと旅館で言うことを聞いていただけますんで、そこら辺はね、もうちょっと臨機応変に対応していただきたかったなって思いますね、広島はね。タバダ氏は別のツイートで、ステマの依頼主は官邸から電通経由で官房機密費10億円、万座亭さんから依頼を受けたなんて誰も言ってない、えー、嘘を、えー、嘘と見抜ける人じゃないとツイッターやっちゃダメ、2チャンネルの広い日みたいなやつだな、えー、といった投稿も行っていました、と、えー、いうことで、なんかもう今、もういろんなことが絡み合ってぐダぐダになってるみたいですね。で、とりあえずですね、これ人気の宿泊ブラン、ここね、あのー、この、 ツイート主ね、よりかね氏がですね、言った、この、なんていうね、GoTo でちょっと高い旅館に泊まったらって書いてあるから、どんだけ高いのかな ?1 人やっぱ2、3万円ぐらいかななんて広ロと値段調べたらですね、めちゃくちゃ安いんですよ。1人7267円からって言ってね、<laughs> めちゃめちゃ安いやんけんしかもこれ GoTo でさらに安くなるんじゃないのねえ、これでさ、この料理が出てくるんだから大満足だろ。もうめちゃくちゃクオリティ高いよ。ねこれを批判するって面白いなと。まあ、とりあえずね、あのー、この方のツイートをもうちょっと読んでいきます。場所はは温泉です だから全国一好きなのでうん。 日帰りでは相変わらず通うけど、入、え、浴、ー、ーーだけは最高、オブ最高、みんな行くべしって書いてありますね。はい、もう二度と止まらないかなって書いてありますね。えー、嘘だろ絶対止まるだろ昔は食べきれないほどのご馳走を出すのが勝ち方のセオリーだったかもしれないけど、明らかに時代遅れって、えー、書いてありますね。マジですか、まあ、よくねえけど、とりあえずリツイートしとくか。ねお。なんか信じられへんなって思いますね、まあ。とりあえずこれもさっき見たんですけども、えー、とあとですね、この方、ついにあの、まあ、これもプライベートチャンネルでやったんですけども、まあ、友人の弁護士で相談を開始したということです ごく一部ですが、看過できない個人攻撃、誹謗中傷、嫌がらせが見られるため、友人の弁護士への相談を開始しました、詳細検討し、必要に応じた手続きを取っていきますということですね、はいであの、まあ、結構な、えー、ね、誹謗中傷が来ているということで、あの友人の弁護士に相談というのはねいいですね。はい でついにこの田畑大学って一体何なのか何なのかなってちょっと広ロ思ったんですけどこの田畑慎太郎っていうなんかこのおっさんがですねなんかやってるオンラインサロンなんですよ、ね、田畑大学はツイッターのトレンド入りしてるでかしたぞよりがねさんってねよりがねさんってこれ書いた人ですねこの,で人この人だと思いますよ燃えないゴミはただのゴミだ、ね、え炎上できることは才能なんだお前らミジンコが出すクソが燃料になって我々は前に進むんだよっつってねまああのなんかちょっと痛いなっていう感じはしません、ね、なんかちょっと炎上,狙なんか炎上してるからさらに炎上を狙おうみたいな ちょっと困難がこうね、見え隠れしちゃってるんですけど、ちょっと恥ずかしいツイートだなと思うんですけど、えっ、ー、と、ね、えー、お盆の朝まで必死に考えたカバーストーリーそれでどんな育ちやゃった <laughs> 質が悪いとかね、あの、いろいろ、えー、書いてありますね。えー、まあ、どうしようかな。まあ、とりあえず、じゃあリツイートしとくか。いいで押すのやめとこう。<laughs> はい、えー、っと、えー、なんかこのご時世あの温泉旅館半年先までいっぱいになったらしいですよわらわらわら炎上マーケティング大成功じゃないですかいやー田田大学の塾長としては誇らしいとかね結構痛いおじさんですねこの人やべえなちょっとこれもちょっとリツイートしておこうかなやべえなまあこれさっき見た通りですね別に全然埋まってませんので、えー、完全嘘ですはいデマですからねこのツイート皆さんあのちょっとあの信じないでくださいねはい。 あのこういうオンラインサロンをね、やってる人ですね。えー、これね、田端大学で受け売った万座温泉の炎上マーケティングだよって言ってますけどね、まあ、この温泉はそれを否定しているということで、ちょっとこの人、結構痛い人だなって、ちょっと見たんですよね。うん。ね、えー、これが本当にバラしたのは失敗じゃないかなって書いてあるんだけど、いや、だから分かるよ、どこまでバカなんでお前らは。嘘嘘と見抜ける人じゃないと、ツイッターやっちゃダメなんだぞってね、えー、書いてありますね。えー、じゃあこれも一応リツイートしようか、どうしようもねえな、この人な。ね、あの、なんかひろゆきみたいですね。嘘を嘘をとね、見抜ける人じゃないと。 2チャンネルは難しいみたいなね。あのひろゆきは結構若々しい頃にやって,、ま、言ってましたね。はい。えーと、このタコペッティさんって何か言ってますね。タパダさんの動画を聞く限りでは、例の旅館の炎上は悪い炎上だと思うんですが、どうでしょうか事実は事実として、あのツイートはそれプラス大失敗とか、まずくはないのような、見ている人を苛立たせる感情が入ってしまってますよーとか、ね、え、なんで悪い炎上なのお客さんとして食べきれない、多すぎて困るって思ったこと、それ自体がファクトでしょそれを本人がツイートで言って、何が悪いの第三者がどう感じるかは自由だけどってね。書いてありません、ね。なんか全然リツイートがいい もう仕方ね、広志がリツイートしとくわ、ねえー。という感じで、まあ、この方ですね、あのー、なんかリクルートで25を立ち上げっていうので、まあ、あのこういうおじさんですね、なんか野球選手にいそうな感じがしますね、23万フォロアのるじゃん、マジで。 やばすげーしょぼい人だと思ったけどこんなにフォロワーいるんだえびっくりしちゃったね、えー、という感じでなんかいろんなことい、ね、ろん,んなサロンを開いてるということでなんか宣伝になっちゃったらちょっと <laughs> しまったなっていう感じなんですけど、まあ、あのこの人の方が多分実力全然上だと思うんで、まあ、あのちょっと許してくださいませませですな、ねはいえー、ということで、まあ、もうニュースにも Yahoo、ね、ニュースは、ね、テレビつけたら結構もうなんかはい前提おじさんニュースやってるんでついに、ね、ちょっと時事ニュースで取り上げさせていただきましたまたですねなんか新たなニュースが入ってきたらやっていきたいと思いますのでよろしくお願いしますということで今日はこのぐらいにしておきますありがとうございました